今日の夜すぐ使えるセックステクニックをお教えします。セックスも学習です。学べば学ぶほど上達します。ボディクラス講師田淵正弘です。今日の講義はタッチですね。いかに触るか、これがね、映像を見てると非常に分かりづらいけど、できるだけお教えします。AV でよく見てるね、触り方って皆さんご存知のやつあるんですけど、あれはね、スピードが速いんですよ。もっとゆっくりなタッチじゃないと感じない。なぜ AV の男優のスピードが速いかっていうと、もうやる時間が決まってるんですよ。今から例えば40分、60分で終わらせてくださいっていうと、40か60の中で、アイブとかキスとかフェラとかクニとか全部ね、割っていくんですよ。5分、5分、5分ぐらいに。そうして仕事するもんですから、どうしても一個一個がね、速くなっちゃうんです。まあ、ピストンが速いのは、まあ、いろいろ演出上あるんですけど、まあ、タッチは特に速い。ここがね、でも一番大事なんですよ。男性の皆さんよく聞いてください。女性に本当にモテたいんだったら、デートとか声かけとか触り方、こういうね、セックスに入る前の、ちょっとしたことがすごく大事ですから、ここをよくね、学んでください。触り方はまずですね、フェザータッチ。聞いたことありますか？フェザー。まあ、軽くですね。この先端で軽くこう触ります。これ速度は1秒間で1センチぐらい動くぐらいのゆっくりさですね。そうです、そうです。ちょっと一緒にやってみましょう。これがフェザータッチ。そして田淵タッチってあるんですよ。僕が勝手に名前つけたんですけど、ここの指のこの R の部分あるじゃないですか。この曲がってるとこ。フェザータッチは先端な、トップなんですけど、この R のとこで軽くスーッと触れるか触れないかぐらい。ベタッとつけるとあんまり気持ちよくないんですよ。触れるか触れないかぐらいで触っていきます。ちょうどね、ここの間にちょっと紙が1枚、A4 のコピーしか半しかなんか、紙が1枚あるような感じでスーッと浮かすぐらいでちょっと。あります。これぐらいですね。これでやってると気持ちいいんですけど、さらにね、まだちょっと実感が湧かないでしょ。ちょっと皆さんトレーニングしてみましょうか。まずご自身で、男の子は自分が女の子になったつもりで目をつぶります。目をつぶって軽くこの辺を軽く触ります。触れるか触れないかぐらい。そして耳とか、この辺首筋、後頭部を触りながら、ゆっくりサワサワーと。男の子に優しく愛撫されているような感じで、触っていきます。この時に自分自身がゾクッとした時の指の使い方を覚えてください。これがね、すべてなんですよ。すっごい簡単。その時のね、ゾクッとする感覚っていうのは、これぐらいです。これぐらいのスピードで、これぐらいの触れるか触れないかぐらいの圧力なんですよ。これの繰り返し。しかも基本的にこれができてないやつは、下手です、アイブは。AV だとかってベタっとベタつきの触り方するから、あれはダメですよ。まあ、AV やってる僕が言うのもおかしな話なんですけど、あれは嘘です。正しくはこっちです。プロだからね、ちゃんとはっきり言えます。触る。その延長線上で、上から下にこう触っ て。ちょっと軽くね、優しくなでなでしてあげてください。そしてもう一つね、今のは技術じゃないですか。スピードとか圧力とか。心、マインド、思考とマインドが一番大事なんですよ。この人が可愛いな、愛おしいな、愛してるよ、大好きだっていう心をワクワクしながらね、強烈にガーッと思うと勃起しないんですよ。ニヤニヤ、ヘラヘラっと、ちっちゃい子供みたいにね、本当に楽しんでやるんですよ。男がね、緊張するとまず立たないですから、あんまり頑張って愛撫したりキスしちゃダメなんですよ。ゆるりと、ゆるりと触って。
そのゆるりとしたね、ワクワク感が指先に伝わるんですよ。これ本当。心の状態とか頭の状態が指先に伝わりますから、必ずね、楽しんで、嬉しがって、ワクワクしながら触ってあげてください。緊張すると緊張が伝わるんですよ。喜んでると喜びが伝わる。愛してるって思うと愛が伝わるんですよ。ですから、しっかり気持ち込めて、いろいろ触ってください。またね、触り方は、ここはいろいろあるんですよ、これ。でも、いろいろあるんですが、それを後々、後々ね、お教えしますけど、とりあえずはこの基本のタッチを習得してください。これを習得しない限りは次のステップいけませんよ。基本の木です、これは。大事なこと。もうこれでね、これでもう、この圧力とスピードを覚えたら、あなたも AV 男優か AV 男優以上のトップレベルの技術を持ったことになりますから。お好きな方でいいんですよ。フェザータッチでもいいし、田淵タッチでもいいし、アダム徳永さんって有名な方いらっしゃるんですけど、日本人で。あの人のタッチは割と こっちの、指紋のこっちの方を使ってますよね。こっちの方を使ってますね。で、もうちょっとスピード速いですけど。まあ、いろんなタッチを、自分なりにちょっと試してみて、自分に合うタッチを探してみてください。ミックスでもいいですよ。ハイブリッドっていうか、ミックスっていうか、いろいろ試してみてください。今日の講義はこれまでです。次回の講義でお会いいたしましょう。ボディクラス講師、田淵正弘でした。